事件後に病院に収容された生存者を見舞う、プーチン大統領モスクワ劇場選挙事件は、2002年10月23日から10月26日にかけて、ロシア連邦内で、チェチェン共和国の独立派武装勢力が起こした、人質、選挙事件である。2002年10月23日、42名の武装勢力は、モスクワ中央部ドブロフカにある劇場、 ドブルフカミュージアムで観客922名を人質に取り、第二次チェチェン紛争により侵中してきたロシア連邦軍のチェチェン共和国からの撤退を要求した。これが受け入れられない場合は人質を殺害、自分たちも爆弾を使って劇場ごと自爆すると警告。これに対しロシア当局は強硬な態度を示し、武装勢力の要求を事実上拒否して、 武装勢力は追い詰められた。その後武装勢力は10月26日朝までに自分たちの要求が受け入れられなければ人質を殺害するという最後通告を行ったため緊張が高まった。政府はこれに対し交渉を行うとの声明を出したが実際は突入への準備が行われていたと言われる。26日の午前6時20分頃にロシア連邦保安庁の特殊部隊である。 アルファ部隊が突入。その際、特殊部隊は犯人を無力化するために、コロコールマイナス -1 と呼ばれる、七死性ガスを使用した。劇場内にいた大半はこのガスによって、数秒で混沌し、異変に気づいて対処しようとした武装グループの何人かと特殊部隊との間で銃撃戦が発生したが、短時間で制圧された。武装勢力側は全員射殺されたが、その中には、 意識不明でその場に倒れていて、特殊部隊員によって、無抵抗のまま射殺されたものが多い。なお、突入の直前に、犯行グループ側が人質を殺害したとの報道も、流されたが、発表では、銃弾で死亡した人質はいない。ロシア政府は当初、このガスの成分を一切公表しなかったが、後日ロシア保健省が、麻酔薬であるフェンタニルを主成分にしたものであるとの、 発表を行った。しかし、詳細な成分については今なお不明である。ありがとうございます。